1ミリぐらいで使ってもいいんだけど、まあね、なるべくもうでも私は1週間経ったんで、もうこれで2日に1回、パーキド1ミリの量で。それでまあ2日に1回にしたったら2週間。で、2週間経ったらまだ減量、ちょっとずつ減量していくと。そうすると、その中期というの薬用、ホルモンのバランス薬で甲状腺、あ、副腎式の甲状腺症とか糖尿病とか、あと皮膚が薄っぺらくなっちゃうとか、なんですかね。感染しやすい。そうそう、感染しやすい。まあ、感染しやすいはね、2日に1回でも効きますよ。そう、だから、あの、一緒に抗生剤をね、ただウサギさんってさ、ペニシリン系とかさ、セファレキシン系はダメなんですよ。そうそう、人気の関係でね。でもそれはしっかり使って、感染に弱いっていうのは、なんとか防ぐとして、あと、お腹が膨らんでくる、肝臓が大きくなってきたりとか、そうすると腹囲膨満になってきたりとか、ステロイド性の過呼吸とか、あと、中枢神経症の転換とか起こしても、あの長期投与で2週間、4週間、1ヶ月、2ヶ月、使うとですね。それ分かってるんでね、まあ、だから使い1回にと、ただ状態がもしあまり悪くなるんだったらまた使う、レビュー使うかもしれないですけども、そうです、ね、ちょっとここ24時間はちょっと少ないですよ、ちょっとうんちの数がね、そうそうですね、その前の24時間の方が出てた200分ぐらい出てたから、うん、ただちょっとうんちが柔らかいのが出だしてから、うん、ちょっと量多かったんでしょうかね、そうそうそう、すいません、うん、で、そうでね、あと退院なんだけど、はい、これね、栄養補助がそこそこできるんだったら外来でもできるんですよ、うん、ただ、うん、できますかね、2回だったらできると思うんですよ、ね、朝と朝と夜、ね、朝と夜ともう1回ぐらい、朝と夜、うん、今はちょっと、うん、だから朝と夜と寝る前、そうそうそう、朝と夜と夜中みたいな、夜中はちょっとやるのになって、朝と夜帰ってきてからと、そっから2時間後、はい、つなげてると思います、結構ね、そう3回で入れる感じで、そうなところだったら、ただまだちょっとうんちが緩いから、これがちょっと固まらなきゃダメです、だからもうちょっと申し訳ないけど、長くなって申し訳ないんですけど、本当によくしていただいてありがとうございます。そうすると反対に言うとさ、週末の方がいいですよね、入れますよね、そうです、週末の方がいいですね、方はお休みになるとね、ちょっとまず今運気が固まってないから、固まってなかったらダメだけど、固まってきたら今週の金曜日ぐらいを退院目標にして、わかりました、今週金曜日です、はい、まあ、あのであれば仕事をちゃんと調整して、はい、夕方、そうですね、そこでも目標ですからね、運気にいる人からさ、ちょっと分かりました、はい、それぐらいで、それぐらいでちょっと戻ってください、すいません長くなってて、あの本当におかげで